副業の実践に役立つ本の概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる副業実践三田塾の三田直樹です。本日は長木隆弘さんの書かれました。老後破産したくなければ今すぐ都市型新地化アパートに投資しなさいについてまとめています。この本を読んだ目的ですけれどもお金の不安から 自由になるための秘訣が知りたいと思って読んでいました。約10分にまとめていますのでよろしくお願いします。32ページ。都市型新築アパートを進める10の理由。1。空室になってもすぐ満室になる。時間のないサラリーマンオンにとって手間をかけずに空室がすぐ埋まるというのは最大の魅力でしょう。 賃貸業界では新築プレミアムという言葉があるくらい新築は高めの家賃設定でも入居が決まる人気物件ですそういう点でも新築物件は安心です2最新の間取りや設備にできる賃貸物件の不人気ナンバーワンはバス、トイレ、洗面が一緒になっている3点ユニットですこれをセパレートタイプにリフォームするとスペースも狭くなる上 年間家賃収入ぐらいの工事費がかかってしまい現実的ではありません新築であれば入居者に合わせた人気の戻りと使い勝手の良い最新設備を最初から備えることができます理由3出口戦略が見えやすいから売りやすい新築物件は10年保有しても築 10, 件の築10年の築浅物件です市場には築10年の築浅物件はなかなか出回りません 理由4、大きなキャピタルゲイン、売却利益が見込める。理由5、有利な条件で融資を受けやすい。新築というだけで価値が生まれ、銀行が貸しやすい条件になります。木造アパートで法定対応年数を超えるような長期間の融資を受けられるのは新築だけです。新築6、修繕費や維持費があまりかからず、 管理しやすい。新築アパートは当然ながら建物や設備が新しいので修繕費や維持費がほとんどかかりません。毎日家事が見つかった場合でも10年間は建物保証がついているので安心です。また入居者からの設備や関するクレームもほとんどありませんから管理が非常にしやすいです。理由7、キャッシュフローが出やすい。新築物件は税金なども含めてランニングコストを抑えられるため 結果的に手元に残るキャッシュフローが出やすいのが特徴です。理由8、自己資金がほとんどかからない。理由9、投資家独自の企画が反映できる。理由10、ライバルが少ないので有利な条件で購入しやすい。新築、都市型新築アパートにおいて重要なポイントは次の3点です。土地の見つけ方。 銀行融資の受け方、間取りのプランニングの仕方。87ページ。都市型アパート投資を大成功に導く10の極意。極意1。成功への3つの肝を見極めるべし。肝1。割安な土地を見つける。多くの人が望まない土地を安く買いましょう。 いや、割安な土地を見つけるために最初のポイントです。肝に競争力のあるプランを作る。ここでのプランとは間取りのこと、つまり入居者に好まれる間取り作りです。ポイントは、エリアと入居者の年代、性別、職業、年収などを踏まえ、ニーズに合った間取りを作れるかどうかです。もう一つは、コストパーソフォーマンスを高く、つまり割安で建てられるかどうか。いいプランがあったとしても、 サイさんが合わなくては意味がありません。肝3。良い条件の融資を受ける。銀行が貸したがる物件を購入することが大事です。収益性と資産価値を備えた新築アパート投資は有利な条件の融資を受けるために最適と言えます。小ぶりな1億円以内の投資であれば、サラリーマンでもあっても融資が通りやすく取り組みやすい価格帯です。極意2。 コスパ最強の土地、旗ざ落ちを探すべし。割安の土地とは、一般の人が好まない土地です。私がお勧めするのは、旗ざ落ちです。旗ざ落ちとは、道路には道路部分が面しているだけの奥に広い土地のこと。旗のような形をしているためそのように言われます。通路の幅が2メートルや3メートルくらいの細い道路になっている場合がほとんどです。この旗ざ落ちか、 一般の人から人気がない土地なのです国威三都市で旗座落ちの供給が続く理由を知るべしなぜこういった土地が多く出回っているかというと相続案件として売却されているためですまとまった土地を分割しているため地形によってはそのさに旗座落ちの土地が生まれます そのため、今後も相続税対策の売り物件として、肌ざ落ちの供給は続くことでしょう。極意4。選ばれる肌ざ落ちの3条件をサブし、選ばれる肌ざ落ちの条件1。通路部分の幅が、接道義務を満たしている。2。容積率が160%以上の土地である。3。 防火地域かかどう極意5以後、旗沢地に、重層長屋を建てるべし。投資家から見た最大のメリットは、旗沢地では共同住宅を建てられない土地が多いのに対し、東京都の場合は、重層長屋、長屋形式であれば建築可能というところです。旗沢地は、マイホームや共同住宅の敷地としては不適格でも、 住層長屋の形式の収益物件の敷地として使えるということが、都市型新築アパートにおける土地選びの最大のポイントです。極意6、コスパの良い,い建築会社が見つかる相見積もりをすべし。極意7、設計と施工を会社で分け、コスト削減すべし。住宅の建築には大きく分けて間取りを作る設計と設計通りに建てる施工の2種類があります。 大手に依頼する最大のメリットは手間がかからないことです。デメリットは建築コストが割高になることです。従ってコストを削減を優先するなら設計会社と施工会社を分けることをお勧めします。国威8、作りは木造にすべし。構造によってメリットとデメリットがありますが、私のお勧めは木造です。コストも含め設計や建築が柔軟にできるからです。 国意9。企画はエリアが9割と心得るべし。国意10。他の投資校を寄せ付けない利回りの良さを知るべし。125ページ。都市型新地カーパートが圧倒的に融資を受けやすい8つの理由。理由1。 銀行員はお金を貸したくてうずうずしている最近サラリーマン投資家がよく使うのは土地の担保価値よりも個人属性を重視するアパートローンですただし容易に受けられる流出ほど金利が高い傾向にあります旗ざおちであろうが都会の賃貸需要であれば地方の RC 物件よりもリスクは少ないと認識されています 銀行として預金者から預かったお金を運用したくともできないというジレンマが慢性的に続いています有責候補になる地方銀行や信用金庫などは相変わらず運用の案が続いている状態です新規需要のない地域の社用産業の企業よりは担保がしっかりと取れて安定的な運営が見込める不動産賃貸業の方が銀行にとっては安心して融資できます 理由2、都市型新築アパートこそ今銀行が注目している物件そのもの。理由3、銀行員は中古よりも新築に興味津々。すべての新築住宅は住宅品質確保促進法により10年間保証されます。 中古物件では購入したばかりに関わらず修繕費がかかることがめずくしかありませんが、新築では約10年、修繕費はほぼかかりません。理由4、旗竿地でも立,派がよけ立地が良ければ評価される。銀行から見れば地方の整形地よりも都会の不整形地を評価するのは現実です。理由5、特に東京都では実勢価格が路線化を上回る。 理由6銀行は建物より土地を評価する理由7もともと銀行員は新築物件がお好き理由8長く借りられる住宅性能を持っているこれ以外にもお金の不安から自由になるための秘訣が具体的に紹介をされておりますので一度読んでみられることをお勧めします。 今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。